やっと準備ができました。火をつけまして、今焚き火をやっておりますけれども、お湯を沸かしてます。今湯沸きましたかね。もう沸きますね。お母さんの食堂、プリプリまろやかエビマヨネーマヨソース和え、エビのソース和えですね。それからタケノコ入り、黒酢肉団子というのを今から入れまして温めます。わ溶けますよ。火が大きすぎて、これはまずいな。これはまずい。溶けますこれ。あ、まずい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 。溶ける。全部つけない。強すぎます。なんか温度は多分来るときは5度でしたので、今はもっと下がってるかと思うんですけども、もう全然汗が出てますよ私。準備が大変で、薄暗くなってから所長さんとテントをまず立てて、テントを立てたら所長さんお帰りになりましたけれども、それからコットがですね、やっぱり安物のコットダメですね。あの左右のロットがですね、ロットの長さは一緒なんですけども、あの入れる布の方のケースがですね、右と左の長さが違って、ちょっと片側がですね、ロットよりもちょっと小さいんですよ。もうそのためにロットが入んなくて、小さいもんだから、まあそれで、ちょっと苦労してちょっと時間かかりましたね。沸騰してますかね。沸騰してますね。とりあえずビールいただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。団子、まず肉団子いただきます。美味しそうです。すごい、エビマヨ、もとすこのさざ波聞こえますか。静かにしておれば聞こえますが、今日風がなくていいですね。本当に携帯がですね、所長さんとインカムずっとつないでったもんですから、LINE で繋いでたんです。インカムを通してで、ずっと繋ぎっぱなしだったもんですから、もう携帯のバッテリーがゼロになってました。で、今充電してるんですけども、今 57% です。
今からカニ雑炊を作ります。ご飯見てください。このご飯うまく炊けてます。うん。うまい。どうもこれですね、全然寒くないですね。星が綺麗に見えてきました。もう煮てますね。 OK ですね。いってみます。さあ卵を入れます。卵投入です。よし、火から下りも火から下ろします。これでいいのかな。しばらく置いとけば。はい、できました。カニ雑炊です。うん、うまいじゃないですか。これ甲羅のカニ雑炊ですね。これ甲羅の、甲羅はですね、豊橋の会社ですね。うまい。中国の方で、はい、東京からいらっしゃいましたあの女性お二人さんです。もつ鍋をやっておられます。嬉、うん、しい。もつ大好き。もつ大好きなの。そう、美味しい、うん、私はダメなんだけど。あ、本当めちゃめちゃ美味しいと思う。あ、そう、うん、さっき牛肉食べた。もう肉食べてからはもうちょっとくどくなっちゃうんじゃない？いや、でも美味しいから。美味しい？はい。うん、焚き火やんないんだね。焚き火やりたいけど道具が今日持ってきてないんで。ああ。だからちょっとあの軽井沢から来たの。友達2人で一緒にあの車で軽井沢そうに遊んで、帰りにここにキャンプして。東京に戻る予定。ああ、そういうことか。だから、うん、そう、焚き火の道具とか持ってきて。軽井沢から。そう。軽井沢も寒いよね。寒い。そう、寒かった。最近、お昼はもうすごい暑いぐらいじゃない。うん。
ね、そうですね、うんうん、楽しかったです。あ、本土さとかすごい。お父さん食べますか？いや私はいいです。うん、一口だけいただこうかな。ああ、そうだ ね, ね、嫌いなものでも食べなきゃダメだから。あ、そうだ、ね、すいません、もつ入ってるんですけど、うん、ちょっと持ってきますよ、うん、じゃあこれに少しだけ、はい、なんか、なんか好きな、どうぞどうぞ、全然私たち全然別にいいですか、うん、じゃあ検温しましたので。じゃあいただきます。どうぞどうぞどうぞ、全然。じゃあもつも、もつも全然。あとあとなんかこれ、これも野菜も入ってるんで、いただきます。はい、どうぞどうぞ。いただきました。どうぞどうぞ、はい、いただきました。はい、どうぞ。味どうなるかわかんないけど。あ、あとこれもあるんで、これこれ食べます。ちょっと待って、ホタテ、ホタテ、あ、ホタテ、うん、これ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 、いただきます。すいません、はい。はい、いただきました、もつ鍋。ビールがあればいいですね。ホタテいただきます。いや、はい、あ、子供が泣いてるのか、うん、なんで、うん、鍋がないか。手を張ってくれ。わー、ありがとうございます。ちょっと巻きも持ってきますよ、うん、ありがとう。わー、嬉しい。お酒は飲まないの？飲みますけど。日本酒しかもう残ってない。おワンカップ、うん、ジュース飲みますか？ジュースはいらない。ジュースはいい、うんうん、わで沸かして、おおすごい。これあげとけばいいかな。あ、こんな感じで日本酒を温めてるんだ。お父さん、お名前聞いても。私、あの、載ってる通り、愛吉です。愛吉さんですか？ゆうです。とうです。とうさん。私たちもう私もさっきご飯をたくさん食べたとこで。、うん、もう夜長いんで。よければ、うん、いや、もつ大好き。もつはね、うん、噛み切れないから。かいや。あ、苦手なんですよ。これはどう？これ食べます？あ、もう肉団子もね、うん、肉団子も5個ぐらい食ったから。お父さん、よくキャンプ行かれるんですか？キャンプはね、もう今年何回目かな、うん、10回ぐらい来てんじゃないかな。うん、あちこち行ってる。うん、っこいいな。同じキャンプ場はそんなに行かないですね。うん、そうですね、全国のキャンプ場に行ってるんですよね。全国のキャンプ場に行ってるんですよね。うん、まあ、全国って言えば全国かもわかんないけど。うん、一番北の方はどこのキャンプ場に行ったんですか？あ、北ってね、私そんなに遠くまで行ったことなくて、うんうんうん、群馬、栃木。ああ、栃木、うんうん、道の駅って知ってるでしょ？あ、そうそうそう、道の駅周りが趣味なんですよ。あ、で、今年関東道の駅を全部制覇して、はい、全部で何180駅ぐらいあったかな。あ、夜は道の駅で泊まるんですか？いや、泊まんない。だいたいどっかで、うん、まあ、ホテルか、うんうん、キャンプか、あと快活クラブだとか、そういったところ。そうなんだ。私、登山好きで、登山よく、そうそうそう、登山口の近くの道の駅で車中泊とかしてて。ああ、やるわけ。そう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 。だから、うん、え、この辺の、あれ、めっちゃあの富士山に近い、朝霧切りでしたっけ？うん、朝霧高原ね。そう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 、うん、そっちのあの道の駅すごいいいなと思って、さっき通った。あ、その見たら、で、あのバイクで愛知県からここに来てどのぐらい時間かかりました？高速道路を通らなくて来たから、うん、4時間ぐらいじゃない？あ、そんなに。うん、
そんなにスピード出さなくてね。ああ、時速大体どのくらい？私はスピード遅いから6、70じゃないですか。じゃあ、あの周りの今日よく捕まってましたよ、おまわりさんに。最近、最近、うん、捕まってる。私の友達もスピード違反で、みんなこのスピードだけどもう野菜全部食べちゃって、今は本当にもつ鍋、うん、もつしかないの鍋もつしかない鍋になってます。え、中国には帰らないの？あ、今コロナなので、うん、中国に帰れるんですけど、うん、まずチケットが、チケット代が高くて、ああ、それであの隔離しないといけないの で、 ああ、でそんなに休み取れないんで、ああ今仕事してるので、うん、だから往復で12週間プラスここもなんか在あの2週間ぐらいで1ヶ月ぐらい休みを取らないと、うんうん、だから欠勤、全部欠勤になっちゃうんで、だからまあやめます、うん、日本で今いろんなとこ、もともとは山登りしてて、うん、で今冬山私まだ経験ないので、まあ、ちょっと心配で、あ、危ないので、でキャンプ行ってます代わりに。高ぼっちだとか入笠山だとか行ってない？高ぼっち九州の？いや、長野。高ぼちは行ってない。行ってない、うん、浅間山とか。高ぼちはね、天気がいいと、うん、高ぼちから富士山見えるんですよ。あ、高ぼち、あれ、わかりました。ゆるキャンの、そう、ここもゆるキャンの聖地で、そうそうそう、これ1回目の、うん、高ぼちもそうなんですよ。そう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 、うん、あそこもうと、キャンプできない、もうできなくなって。今できない？そう、なんかそう、あそこキャンプもうできなくなる、なった、うん、そういう。登れないということ？いや、泊まることがない、泊まるところがない。いや、ありますよ今。え、あります？あるある。あのちゃんとあのキャンプやってもいいですよというところがある。あ、本当、うん、あります。今も？うん、この間行ってきたところがある。あ、本当本当、うん、いや、もともとね、今回私連れてあげたいの、そっち。でもね、なんか泊まるところがないからやめますって。あ、できるんですか？できるできる。あ、じゃあ今度はそこに。もう夜景が綺麗ですね。あれですよ、高ぼっちの上に登れば、はい、上がれば高ぼっち高原ですよね、うん、あの頂上に上がれば、はい、歩いてキャンプ、そのキャンプやれるとこからすぐ上がれるんだけど。あ、じゃあ管理人とかはいないんですよね？管理人いない。ああ、あの 無料だから、はい、上がって、はい、そこから、富士山の方を見ると、はい、まず、眼下には、諏訪湖なんですよ。おー、はいはい、うん、で諏訪湖からずっと前見ると、天気がいいと富士山が見える、はい、あ、もう絶景ですよ。あ、うん、行きたい。じゃあ今度あそこに行きましょう、うん。私、うん、ゆるキャンの中で出てるあのキャンプ全部行きたいの、うん、あとジンバ型っていうのがあるでしょ。あ、そう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 、わかります。私の初ソロキャンプはジンバ型。あ、本当、私まだソロキャンプはまだやってないんで、さすがに、うん、一人でちょっと怖いなと思って、夜そうだね、うん、で友達一緒にこう焚き火をしたり、うん、鍋を食べたりした方が楽しいと思います。そうだね、まあ一人よりもやっぱり一、うん、人も一人の良さがある、うん、あるけど、やっぱり、うん、二人で来れば、うん、楽しいよね。そう、でも私も来週は二人で行くんだけど、うんうん、まあたまにはね、一人でボードしたい時もあるんで、うん、1ヶ月前は家族で行ったんだけど、うんうんうん、今寒くて、いや、まあ寒い時でもいいんだけどね。うん、もうキャンプやって何年ぐらい？いや、私去年初めて。去年初めて？何のきっかけでキャンプを？だからこの元ブログやりだして、うん、バイクでみんなソロキャンプ行ってるもんだから、お、一度やってみようと思って。うんうんうん、
それでハマったんですか。やっぱりハマっちゃったね。そうですね。ハマるんですよね、これは。特に焚き火とかやったら。焚き火やりだすとハマっちゃうね。そう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 。まあテント見るだけで安心するんじゃないですか、私大好き。設営するのがもうめんどくさいけどね。ああ、そうですね。今日はね、初めてこれ使わなくてもそのまま焚き火することできるんですよ。ここそうらしいですね。そうそう、うん、ここできるよ、うん。でもみんなちゃんとこれ持って、多分片付けるときは。片付けが大変なもの。そのまま残してるところもあるもんね。うん、そう。よくないよね。うん、そうですね。うん、あと送る方が。そうですね。もう邪魔になる。そうそうそう。だから これを使った方がいいですね。やっぱり。でも結構貴重な、このそのままできるの結構貴重なキャンプ場です。そうですね、うん、あそこの戻すこキャンプ場も、うん、あの竜の岳、はあ、登山口に近いキャンプ場もそのままあの焚き火できる、うん、さっき間違えてあそこに入っちゃったんで、うん、森の中はダメでしょう。これあのテント村っていうのがあるじゃないですか、対岸に。そこは森の中だから多分ダメだと思うんだけど、うん、私登山でも登山もいろんな動画を撮って、うん、全然あの編集してないでそのまま何で編集するんですか。やっぱソコンでやってるけど、うんうん、何のアプリを使ってるんですか。私はねビデオ、うん、ビデオスタジオというやつかな。もう昔のアプリだから、うん、もう10年ぐらい前のアプリだから、うん、あんまりね 4K は扱えないし、あパソコンもねスピード遅いもんだから、うん、あの新しいアプリ入れても、うん、パソコンがついていかないと、うんうんうん、そうですね、うん、何年後振り返ると楽しいと思う、その動画を見て。私もね今動画アップ YouTube にアップしてるのはね、はい、孫ができたもんだから、うんうんうん、孫が大きくなったら見てくれるかなと。わあいいですね。そうですね、かっこいいおじいさん。孫は男の子。男の子。おうおう、まだ一人しかいないんだけど、うん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 、娘は4人いるんだよ私。おー、ほんと。ここちょっと早いよね、10時出なきゃいけないから。そうですね、朝、うんうん、でも大体この辺で大体10時、うんうん、あそこのふもどっぱら、うん、キャンプ場って言ったかな。あそこは昼でしょ。そう、あそこは昼、うん、あそこは遅いんですけど、うん。あそこ行ったことありますか。いや、ふもとっぱらはね、はい、まあいつか行こうと思ってるけど、うんうん、日本酒飲む。飲みたいけど、飲んでよ。私も、うん、もうビール飲んでるからまだ、うん、昔若い頃バイク乗ってて。お、若い頃からですか、うん、25歳まで乗ったのかな、うん、それから35年経って会社を定年になって、はい、まあ、定年になっても会社は行ってたんだけど、はい、定年を契機にバイクを買って、うんうんうん、それからなんですよ。だからバイク乗り出して、はい、リターンしてまだ 4,5 年かな、4年ぐらい、5年ぐらい、年齢バレるよ。年齢バレるよ。あ、年齢はバレてもいいよ。もう今年65になる。そうだ、25年プラス35年プラス 4,5 年。ちゃんと計算してます。うん、おお、ちょうどいいぐらい。おお、あったかい。なんかある、はい。ありがとうございます。あ、ありがとう。少しいただきます。ありがとうございます。乾杯しましょうか。もうちょっと、もうちょっといい。はい。そんなにいる。うん、じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。うん、あ、温かい方が美味しいと思う、うん、私は。美味しいね。ちょっと甘口これ。
大関だったかなこれ。大関だから甘口だね。うん、甘口の方が好きです。最初ね、あのバイクでツーリング行ってね、うんうん、みんなキャンプやってる方だとか、はい、あと、まあ、ホテルで泊まってる方だとか、うん、あの2通りいて、うん、で私も一番最初は、うん、まあ、どっか1泊2泊行くんであれば、はい、ホテルでいいじゃないかと、わざわざキャンプしなくても、はいはい、と思ったんだけど、はい、やっぱりキャンプの方が楽しいね、うん、私めっちゃわかります設営するまでが大変だけど、はい、いや設営自体も楽しいと思います私は、うん、今日持ってきた、テントは、はい、今日ここで初めて開けたんですよ。あ、本当そうなんです。前のテントはやっぱりソロだから、うん、はい、一人用の小さなテントだったんで、はい、うん、今までやってたのは、はい、まあ、だけど荷物が中に入んないもんだから、はい、やっぱりもう少し、うんうんうん、3人くらい入れるテントがいいと、はい、うん、と思って今日初めて、はい、買って、いや、さっき私たちもそのテントとかいろんなのものを見て、うん、バイクでこんないっぱい持ってきたんですか、すごいなと思ってすごいでしょ、という話をしてた、うん、車でね、来るのとそんなに変わんないよ。ああ、そう、だからどうやって持ってきたんですか。いや、後ろに積んで、いや後ろに、ま、うまく座席と、はい、あとキャリアを、うんうんうん、で、板を引いて、はい、キャンピングバッグっていうのも、はい、キャンピングバッグの長さがこのくらいあるんですよ。で、このくらいのバッグに、はい、いっぱい物を詰めて、はい、それから後ろにホームセン箱っていう、はい、ホームセンターの箱を、はいはいはい、にまた詰めて、いっぱいあるんじゃないですか、うん、だから2段で詰めるもんだから、はい、たくさん持ってくれますよ。これをやるのも結構工夫しないと。あ、工夫は必要だね。そうそうそう、うん、しないと持ってこれないんですよね、うん、こんないっぱいバイクで来るの、うん、しかも愛知県から無事に来たのすごいなと思って。バイクは全然乗らない？バイクはね、私乗れないバイクの免許ないですから、うんうん、原付があるじゃない、まあ、原付は乗れるじゃない。そうそうそう、原付はね乗れるんですけど、乗る機会がないですから、うん、だいたい、だけどね、こういうねバイクでキャンプ来ようと思ったらね、はい、まあ、原付じゃちょっときついもんだから。そうですね、やっぱりちょっと免許が必要ですね。最低でも、まあ、小型免許ぐらい 125cc まで。あ、そう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 、そのバイクであればゆるキャンのあれは 125? あれは多分50じゃない。 50?、うん、あれ原付なの。原付だと、スクーターだけどね。ああ、そうなんだ、うん、よくね、多分ね、元津高校だから、はい、あ元津高校から陣馬方まで来るからね、はい、高ぼっちだとか。そう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 、近いのかなと思っちゃうけど、うん、もう電池もうすぐ切れちゃった。ああ、もうないね、あんまり、ね、うん、じゃあこちらからバッテリーが切れる前に、はい、顔映んないからね、はい、暗いからに映ってもいいんですけど有名になるかもしれない映ってもいいんだったら映しちゃうけどねこ、左の方か、こういう風に電気を向けなきゃ分かんないよね、うんうん、大丈夫。あ、映ってる、二人二人映ってるよこんばんはこんばんは、うん、小顔効果うん、私ももう顔はそのまま YouTube に出してるけど、はい、私もじゃあ出てください。 YouTube、まあ、やるつもりだけど。あ、そう、そう、
全然時間ない。修正は編集するのに時間かかっちゃうからね。そう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 。うん、本当に。うん、いっぱいいっぱい撮って動画。うん、撮って全然。休みのたびに山に行くからね。うん、私は。バッテリーとか明日の朝用もまたあるんですか。まあこれが大丈夫だと思うけど。あんまり撮ってないから。これなんかおかしいんだよね。こちらがカメラ本体のバッテリーがないのかな。映んないんだよねこれ。本当。私も一応こういうちっちゃいカメラ持ってるんで、今日まあ昨日なんか調子。ね、電源が入んないもんねカメラ。私ども。これ冷えてるから。そう思った。うん。冷たいからかな。ちょっと温めない。あ、面白い。ちょっと写真撮っていい？カメラを温めてます、ね。そう。うん。今ね、カメラの調子が悪くて温めてる。冷えてるかもしれないから。うん。厉害了。这相机可能坏了。然后在这烤火取暖，大丈夫なのこれ？大丈夫だと思うけどね。这也是很随性的老头子。あ、これの充電コードは持ってきてないな今日。これ何のカメラですか？ GoPro じゃない。GoPro じゃなくてね。SJ カムってやつ。ああ、じゃあ通。うわ、めっちゃ大きいじゃないですかこれ。切らないですか？なんかちっちゃく。ナタは持ってきてるけど、まあいいんじゃない。うん、でかい方が持ちがいい。ああ、うん。これめっちゃいい。これめっちゃかっこいいと思う。私先見たらめっちゃかっこいいなと思って。ちょっとお父さんちょっと待って。動画撮りたい。うん、ちょっと待ってくださいね。めちゃめちゃ。はい。すごい。これすごい。おお、リハリハ。わあ、ホッパンが。すごいですねこれ。うん、これすごい効果だよ。あ、そうそう、めっちゃ効果。うん、面白い。お名前なんて言われたっけ？ユー・ロビンと申します。ユー？そう、ユーは名字。あ、ユーは名前。名前。うん、名字。名字。ユウは名字です。ユ、う、ウ、ん。伸ばさないのユウ。ユウ。うん、そう。ロビン。そう。ワンピースのロビンと。よく言われる、うん。漢字はどういうふうに書くの？ユウっていうのは。ちょっと待ってください。ユウはね。あなたは？私はトウ。トウ。そう、唐揚げの唐揚げ。名字だけ呼ばない方がいいです。父さんになっちゃうから。父さんになっちゃうから。父さんって呼ばれてます。うん、まあ、字ちっちゃいけど見えますか？見えない。わかりました、わかりました。書き難しいね、言う。そうそうそう、福沢諭吉のごんべんのない言うだね。まあ一応日本はそういう感じあるんですけど、ユーロビン、ユーロビン、私の言う、多分私フォロワーの中でユーロビンという人が出てくるので、はい、私です。まあ明日はね、多分焚き火やってるようなそういう時間はないと思うもんだから、明日の朝、うん、朝早く出なきゃいけないから。うん、まあでも日の出はどこから、あっち多分向こうだと思いますよ。じゃあ後ろからですね、富士山の。
うん、富士山、富士山がこちらだね、うんうん、ちょうど、はいはいはい、目の前だから、うん、一番いいところですよ、この辺りっていうのは、うん、寝袋はどういうやつ持ってきてるの夏用の夏用の高い車中泊にするああそうか、うん、私はあのね、はい、ダウンのやつを持ってきたけど、ダウンというか羽のやつ、ね、私ダウンじゃない、河川の、うん、ダウンで足りるんですか、ダウン、寝袋、ダウン1枚だけで、もうこのぐらいの寒さだったら十分だね、多分。そう、一応毛布も持ってきたけど、はい、いや私もなんか車で来たら、うん、キャンプで毛布とか持ってきていいんじゃないかと思ってます、うん、冬はね、車で寝るんだったら、はい、布団持ってきた方がいいですよ。そう布団が一番いい、もう快適だよ、うん、そう快適私ね、これカメラで撮ってスマホに保存したの、うん、あ、これ友達と一緒に来た時の、もう私が撮った動画、今現在月が出ております、湖に月もそのまま映ってます。今日は本当に星が綺麗です。満天の星っていうのはこういうのを言うんですかね。夜明け前の本栖湖でございます。湖面には水蒸気が上がっておりますね。富士山がくっきりと姿を現しております。湖面には富士山の姿も影が映っておりますね。素晴らしいですね。絶景です。眩しい太陽が、はい、本栖湖ともお別れになります。カメラがですね2台、ちょっと紛失したと思って、時間がですね撤収時間が1時間ほど遅くなりました。どこにあったかというとテントの中にありました。テントの中は一度見たんですけどね、多分隅の方に隠れていたんじゃないかなとこう思います。本当に今日は素晴らしい天気ですね。カモもカモですかねこれ、私がテントを張ったところで
何やら多分こぼしたご飯粒なんかを食べてんじゃないかなと思いますけども、非常にですね、お隣さん、女性の方がお二人軽井沢から旅行で帰りにこちらに、来てると、看護師さんの方です。これから東京に帰るんだということで、一足先にお帰りになりました。テントを立てても車中泊なんですよ、面白いことにね。いいですね、素晴らしくいい天気です。それでは帰りたいと思います。さようなら、戻す子。そういえばゆるキャンのなでしこさんが寝てたところを移して帰ろう。ここがですね、なでしこちゃんが暗くなるまで横になってたベンチですね。最終的にはここの床にタイルの上に寝てたんじゃないですか。ミノブ、こちらがミノブですよね。ミノブの方から来たんですよね、多分。ここからの富士山も絶景ですね。しばらく富士山を眺めて、帰りますかね。ですね。富士山が見えるというのはいいですね。湖と。絶景ですよ。すごい富士山、へへい。はい、餅屋さんから見た富士山でございます。これで富士山見れませんかね。背中になります。それではですね、キャンプの人よご紹介いたしました。ありがとうございます。